強いんですよね。なるほど、やっぱり。そうですね、感じますね、やっぱり。あ、感じますか。感じますよ。あの試合中にね、結構言うじゃないですか、審判の方とかに対しても。ああいうのを見てるとやっぱかっこいいなと思いますね。その11人の選手のためを思って言ってるわけじゃないですか。ねえ、なるほど、そう。憧れますよ。憧れますか。それがちょっと失敗した時とかちょっと怖い時ありますね。ああ、なるほど。あんまり人見ない方がいいかもしれないみたいな。見ないで帰るみたいな。なるほど。ちょっとここらでプライベートの質問なんかもさせていただきたいと思うんですけれども、阿部選手は休みの日などは何をされてますか。休みの日は、どうですかね、まあ、おとなしく、疲れてたらおとなしくしてるか、はい、家で DVD とか見たり、はい、でも、まあ、どっか行こうかなと思った時は、まあ、買い物とか、結構家具とか見るのが好きなんで、あ、こうインテリアとか、はい、家具だけじゃないんですけど、はい、トラップって見たりみたいな。あ、分かりますね。なるほど、しますね。はい、その、まあ休みの日、その DVD 見られるって言ったんですけれども、はいはい、その最近見た DVD とかってありますかね。最近見た DVD ですか。はいはい、最近なんだろう、なんでしょうね。最近アクション系が結構好きなんで。あ、アクション映画を。なるほど、なるほど、素晴らしいですね。タクシーのシリーズどなんか見ましたね。いいですね。最近はそれです。見ましたか、あなたも。僕は見ました。どんな映画ですか。あのあれですよね、あのタクシーのドライバーがすごくあの速いんですよね。スピードが速くて、そうでなんか問題も解決してっちゃうみたいな、問題も解決してっちゃうみたいな感じです。タクシーのドライバーが速い映画というか、はい、わ、はい、かりやすい。そういうことですね。素晴らしいですね、はい、さあ、というわけでちょっと。あ、大丈夫です、はい、さあ、というわけでですね、マイク持ちながらやります。マイク持ちながらやります。じゃあ僕もそうしましょう。おお、何の意地の張り合いなんでしょうか。マイク置けばいいかなと思うんですけれども、さあ、それではいきますよ。大丈夫ですか、準備大丈夫ですか。はいはい、用意スタート。おお、ちょっと一発目大事です。大事なんですよ、はい、全ては。そうなんです。もうやり直しないですからね。はい、わかりました。もう絶対に勝ちます。東海戦略ですから言っても。すいません、本当に。じゃあもう一度お願いします。はい、用意。あ、マイク置くんですね。用意スタート。お、あ、いい勝負なんじゃないですか。お、そりゃそうですよ。あ、そりゃそうか。そりゃそうですよ。よかった、勝てて。いや、勝ったです。まあ、向こうの方がちょっといいボール使ってるからね。いや、それは関係ないでしょ。そういうのもあるでしょ。